こんにちは、メッセージありがとうございます。今回ですね、東京の富山からですね、富山から東京の何ですかね、長女夫婦に50キロほどの食料を宅急便で送りましたということですね。まあいろんなものを詰め込んで送ってくださったみたいで、いやそれがね本当に救いだと思いますよ。今この時期ね、行列並んでストレス抱えて、しかもこうギュッと集まっている集団感染のリスクが高まるスーパーのレジに並ぶのは本当に私お勧めしません。こういう時はね、多くの方はそれやっちゃうんですよ。でもねやっぱりね、田舎のお父さんお母さんとかね、知り合いに頼ってほしいと思いますよね。まあ、その中で今回率先してですね、まあ、私の言葉の影響もあったのかもしれませんけども、でもね、やっぱりこう愛する人に心配だろうと思ってね、食料を送ってあげるっていうのは本当に助かると思います。で今回は電気とか水道とかガスの心配、そう確かにないですよね。だから本当にね、食材の問題なんですよ。いつでも送ってあげるから大丈夫だよっていう風なね、そんな形で支援してあげることっていうのが何よりだと思います。で、ここからちょっと話変わりますけども、私ね、FX をずっとやってて、だからね、まあ対照的になんですけども、比較対象なんですけども、やっぱりね、食品を作るようなことを FX ではできないんですよ。ただお金がお金を生み出すためのマネーゲームをしてるだけなんですよね。ただその中でも、今回ねメッセージくださった方がすごく慰めと言いますかね、希望を与えてくれました。やっぱりね、何か希望をね、私がそういう人たちに与えてるんではないかと、FX をやっている姿を見て自分も頑張っていこうとかね、そういうふうになっていく人がいるんではないかってことですよ。それはね本当その通りだと思います。ちょっと私もね救われましたね。まあ基本的に私ね、やっぱりこう実経済っていうんですかね、実体経済があって、その一部に金融っていうのが人を助ける名目としてあるんだろうなと思っているんですよ。それであるのが健全な姿だと思うんですけども、今ね実体経済の何十倍にも膨らんだ金融社会っていうのがなんかね世の中を支配してるのかなとかね思っちゃってね、だからそこはね、トレードを進めていったからこそ分かる矛盾なんですよね。昨日も大きな利益を生んだんですけども、FX で、でも何一つ生産してないんですよ。でもまあ二次的三次的にですね、ああよかったって言ってもらえるような人を、まあ、生み出すんだろうなっていうのね、今回のお言葉とかが、まあ、明るくやっていけるまた一つの力になります。本当に今回ありがとうございます。ちょっと救われましたね。まあこれからもね頑張っていきます。できることはやるしかないですからね。それでは失礼します。